本人も食われる時代がやってまいりました。さあということで、このまず単走で決まるということになります。はい、スタートは、さあスタートしていきました。レッキー1番の鏡康幸チャンピオン D5S1号、2005年の D1 グランプリシリーズチャンピオン。おさあバンクギリギリバンク、角度もいい状況で煙曲げて取った、リップを取った。さあ振り返し、はいはい、一本決めてきた。これはいいラインです。まず1個目、そして2個目のフリッピングポイント、これを取ればもう OK ですね。99.5、まず持っていきました。マサオ、末永マサオです。早い、マサオ早い。2位 RMMI フリーの末永マサオ、バンクを煙を上げていいクリップを取ってきた。シードアタカー、来たギリギリ来ました。フリップ OK、フリップも取ってきた末永マサオ、ウォールギリギリ、村健人ハイバンク前へ、ライトからいつもより手前から煙出しております。まるで車が燃えてるようだ。すごいとこからやってまいりました。野村圭、大きな、きたー、やばい、やっとクラッシュ、オーマイガー、やっちゃったー。野村圭が単走2本目の痛いクラッシュ、これはダメだ。クラッシュ第1号はノムケンでした。これは我々隠しですけど、もしかしてニヤニヤ喜んでませんかと。今いや、そんなことはない。顔が笑ってます、顔が笑ってます。アレックスエファー S2 セント、今村陽一アペックス FD です。今村陽一もこれを FD が最後の戦いということになるんでしょう、うん、さあスタートしていきました。1本目 S2 セント、しけーファーの前、後ろから今村陽一が追いかける形になりました。さあバックに入ってきた、まずエース2300馬力、そしてその後ろから追いついてきた、今村陽一が追いついてきた、追いついてきた、さあ食い込んでる、食い込んでる、いい形で食い込んでる。今村陽一が入る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 、入った、これはすごい、これはいった、これは素晴らしい、オーバーテイク10-0、今村陽一10-0、10-0、あのオーバーテイクしたから10-0というよりも全般にわたって全部すごかったっていうことですよね。対するはトラスト S1 号453馬力川端雅人、さあ間隔を空けている、この辺が川端の計算が成り立つかどうか。間隔を空けた状態でまたバンキット、そして川端が、あ、川端アンダー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 クラッシュ、いやーいやー、Kazama right now in the green corner.